ニーチャンネルへようこそ。マグニーが無料アプリを勝手に紹介するコーナーマグ的でございます。本日はね、シンプルイズベストなね、ハテナブックマークのホットエントリーをサクサクって呼べるねアプリと、あと動画系のアプリが2つあります。面白い感じの編集ができるアプリとなっておりますので、ぜひご覧ください。もうね、その名もホットエントリーそのままなんですけど、こちらはハテナブックマークのホットエントリー、まあとにかく人気の記事をね読める、こんな感じでこのようにすると読み込みます。かなりこう人気のある記事、ホットエントリーばかりをこのように読み込んでくれます。そのウェブページに直接飛んでいくような形です。で、下の星マークでこれはお気に入りできたり、これでねハテナブックマークのコメントが見れたりします。で、その次はもちろんこの iOS ね、標準の共有機能で共有できるようになってますね。左右のスワイプでね、こうやるとお気に入りですね。逆にやるとほら、このようにアーカイブってやると、下のメニューの右から2番目のこの棚みたいなマークをそこにね、アーカイブ一覧に載りますと。この星はお気に入りが見れるってことですね。お気に入りとアーカイブの違いなんですけど、これ設定メニューに来ました。ご覧いただきますと、新着エントリー取得数ね、これ15件まで増やせる。で、アーカイブ保存期間というのがあるんですね。つまりアーカイブに入れたら1週間で消えますよってことですね。まあ、1日保存したり3日保存したりとか、というのはもうこう任意で選択することができるということでございます。お気に入りはもうずっとこの中に残っているというような状況ですね。他のアプリとの連携なんて全くないんで、まあ、使い勝手どうかっていうところと考えるとちょっと難しいんですが、まあね、このようにね、シンプルにホットエントリーだけにフューチャーしですね、読みやすい形にしてくれてるのがね、すごくありがたいなと僕は思います。ぜひ皆様にも使っていただきたいのでご紹介させていただきました。開発は大輔山中さんですね。対応 OS と対応機種なんですが、 iOS は 7以降ですね。 iPhone、iPad および iPod Touch も対応しております。総制作数は1つでございます。興味のある方は下のリンクからご覧ください。もうあからさまな感じのやつです。これでどうかみたいな、まあ要するにこれでどうだが動画になってる。これがね、でもなかなか良かったりします。何がいいのかというと、このアプリね、かなり説明が、ヘルプのこの吹き出しがかなりあるんで、誰も迷わずに作れるなっていうところが、ありますね。なんと動画からね、ギフが作れます。ジフって呼ぶんだったかな、ブロガーの方。これかなり使える機能なんじゃないかなと僕は思います。ブロガーの方はね、まずね、簡単お手軽に動画を作りますので、ちょっとやってみましょう。持っている動画を 撮りましょうか。この際ね、5秒から15秒で終わらせてくれってことで、いきますね。もちろんこちらに向けます。はい、どうもマグニーです。本日は OK で次進みましょう。スライダーを動かして演出が発生するタイミングを決めてください。決まったら OK でいいです。このタイミングね、これで演出を発生させますと。で、動画の演出を載せます。リストからお好みの演出を、選んでくださいと。でね、これでご注意していただきたいのがですね、これ左側にドルマークがついているのは有料でございます。基本はい、有料で、残念ながら有料。まあデフォルトでね、まあいろいろ使えるのはあります。はい、こういうのしましょうか。中心をね、ここにして僕の顔に、しまして、まあ、こういうね、ちょっと面白い感じの演出が簡単にできるんですよね。で、これ保存して、さらに演出を追加ってことも可能です。マグニーです。本日は、こちら動、これで動画のね、レビューを今で、今、撮影しながらやってもらうところでございます。15秒、もう15秒って結構長い。制作者の方が、キーズファクトリーさんですね。ちなみにこちらのアプリの、対応 OS 対応機種なんですけれども、 iOS 5.1 以降で iPhone、iPad および iPod Touch 対応でございます。総制作数はこのアプリ1つですね。最近そういうの多いですね。ご興味のある方は下のリンクからぜひご覧ください。先ほど、ご紹介しましたこれで動画とちょっとまあ似たようなところあるんですが、もっとね細かい編集もできて、ただね違うのがちょっと不安定ですね。こちらのアプリの方がシングル、マルチ、フォト、エフェクトってやって、これ4つのモードでね動画を編集できるようなアプリなんですが、シングル、1つの動画を加工して作成しますって書いてるんですけども、どう加工できるのかといえば、逆再生ができたり、ストップモーションができたり、再生速度を速くしたり遅くしたりで、 BGM をつけるかつけないか、シングルモードね。次にマルチっていくと、動画と動画をつなげることができます。
何個動画をつなげれるかどうかっていう検証はねあんまりしてないんですが、先ほどのこれで動画ですね、一つの動画に対してエフェクトをかけるアプリだったんですが、こちらはこのように動画と動画をつなげることができるという、メリットがありますね。フォト、写真から動画を作ることもできると、写真1秒あたりの、秒数とかも選択できたりね、要するにスライドショーみたいなことができるということです。エフェクト、こちらに行くともう見ていただくと分かります通り、下にすごいテロップいっぱいありますね。面白そうなのがこういうのが簡単につけられるんですよ。動画撮影、はい、どうもマグニーです。このようなマグロのぬいぐるみをここまでこう自動的にこう分けてくれてるんですよね。任意の場所を選択できるんですよ、ね、マグ太郎触ってる瞬間に声かけて、ここにじゃあドーンって出ますみたいな。違うシーン、じゃあこっちのシーンにしましょうか。でここにグワッって入れましょうか。こういうことができると。今ね2つ入れましたよね。じゃあこれで作成しますね。30秒ぐらいでこのように動画ができます。じゃあ再生してみますね。どうもマグニーです。このようなマグロのぬいぐるみをもうつけて、かれこれなんで、2ヶ月ぐらい経ちますかね。でもね、もうここがこの辺がね、この裏のこの辺が相当臭くなってますね。どっちかっていうか どっちかっていうかもうすごい汗がかいて、これ夏とかやばいんじゃないか。オリジナルのテロップを挿入することはできませんけど、ちょっとこのように、演出地びたなんかドーンとかああいうのをね簡単に入れられるんで、ちょっといいんじゃないかなと思ってご紹介させていただきました。開発者の方はね、正文吉田さんっていう方で、こちらのアプリの対応 OS と対応機種は iOS7 以降ですね。7以降で iPhone、iPad および iPod Touch 対応でございます。総制作数ですけれども27個ありましたね。結構な数のアプリ作られております。ご興味のある方はですね、下のリンクからぜひご覧ください。はい、というわけで、本日ご紹介しました3つのアプリ、いかがでございましたでしょうか。一番初めにご紹介しましたホットエントリーなんてアプリあり、無料ですし、入れてるとこうなんか面白いね、ちょっと1分ぐらい時間空いたなっていう時にこう開けてみるとなんか面白い記事が出ていいですよ。ぜひおすすめです。では次の動画でお会いしましょう。